ご視聴いただきありがとうございます。今日は令和5年2023年の5月28日日曜日です。先週と同じ話をまたさせていただくのですが、おかげさまであれからまたチャンネル登録をしてくださる方が日々増えてきて、今日現在で868名の方にご登録をいただきました。本当にありがとうございます。先週の話の繰り返しで恐縮ですが、チャンネル登録が1000人を超えないと広告の場所の設定がこちらでできないので、現状はランダムに入ってしまうんです。せっかくうとうとしていらっしゃった時に途中の広告が入って驚かせてしまっていたら本当に申し訳ありません。まずは1000人達成できるように頑張りますので、今しばらくご容赦いただければありがたく思います。今日のお話は芥川龍之介さんの作品より、ピアノ、トロッコ、蜘蛛の糸、桃太郎、この4作を朗読いたします。どの作品もあまりにも有名だと思いますが、私は芥川龍之介さんの桃太郎を正直存じ上げなくて、今回読ませていただきながらこの物語を鬼の立場で語られている視点や、鬼のおばあちゃまが孫に人間の危うさを語るシーンなどあるのですが、すべての物事を一方向で捉えてばかりではとても危険だなと改めて考えさせられたお話でした。それではお聞きください。お休みになる前に、よかったらチャンネル登録や、よかったという方はぜひコメントを残していただいたり、高評価ボタンを押していただければとても嬉しいです。それではゆっくりおやすみなさい。ピアノ。ある雨の降る秋の日、私はある人を訪ねるために横浜の山手を歩いて行った。この辺りの荒廃は震災当時とほとんど変わっていなかった。もし少しでも変わっているとすれば、それは一面にスレートの屋根やレンガの壁の落ち重なった中に赤座の伸びているだけだった。現にある家の崩れた後には蓋を開けた弓なりのピアノさえ半ば壁にひしがれたまま艶やかに鍵盤を濡らしていた。のみならず大小さまざまの符本もかすかに色づいた赤座の中に、桃色、水色、薄黄色などの横文字の表紙を濡らしていた。私は私の訪ねた人とある込み入った要件を話した。話は容易に片付かなかった。私はとうとう夜に入った後、やっとその人の家を辞することにした。それも、近々にもう一度、面談を訳した上のことだった。雨は幸いにも上がっていた。おまけに月も、風立った空に、時々光を漏らしていた。私は、汽車に乗り遅れぬためにタバコの座れぬ商船電車はもちろん私には禁物だった。できるだけ足を早めていった。すると
突然聞こえたのは、誰かのピアノを打った音だった。いや、打ったというよりも、むしろ触った音だった。私は思わず足を緩め、荒涼としたあたりを眺め回した。ピアノはちょうど月の光に細長い鍵盤をほのめかせていた。あの赤座の中にあるピアノは。しかし、人影はどこにもなかった。それはたった一音だった。が、ピアノには違いなかった。私は多少不気味になり、もう一度足を早めようとした。その時、私の後ろにしたピアノは、確かにまた、かすかに音を出した。私はもちろん振り返らずに、さっさと足を早め続けた。湿気をはらんだ一陣の風の、私を送るのを感じながら。私は、このピアノの音に、超自然の解釈を加えるには、あまりにリアリストに違いなかった。なるほど、人影は見えなかったにしろ、あの崩れた壁のあたりに猫でも潜んでいたかもしれない。もし猫ではなかったとすれば、私はまだその他にもイタチだの、ガマガエルだのを数えていた。けれどもとにかく人手を借らずにピアノの鳴ったのは不思議だった。5日ばかり経った後、私は同じ用件のために同じ山手を通りかかった。ピアノは相変わらずひっそりと赤座の中にうずくまっていた。桃色、水色、薄黄色などの不本の散乱していることも、やはりこの前に変わらなかった。ただ今日は、それらはもちろん、崩れ落ちたレンガやスレートも、秋晴れの日の光に輝いていた。私は、不本を踏まぬように、ピアノの前へ歩み寄った。ピアノは今、目の当たりに見れば、鍵盤の象牙も光沢を失い、蓋の漆も剥落していた。ことに、足には、エビカズラに似た一筋のつる草も絡みついていた。私は、このピアノを前に、何か失望に近いものを感じた。大地これでも、なるのかしら。私はこう独り言を言った。するとピアノはその拍子にたちまちかすかに音を発した。それはほとんど私の疑惑を叱ったかと思うくらいだった。しかし私は驚かなかった。のみならず微笑の浮かんだのを感じた。ピアノは今も日の光にしらじらと鍵盤を広げていた。が、そこには、いつの間にか、落ち栗が一つ、転がっていた。私は往来へ引き返した後、もう一度この廃墟を振り返った。やっと気のついた栗の木は、スレートの屋根に押されたまま、斜めにピアノを覆っていた。けれども、それはどちらでもよかった。私はただ、赤座の中の弓なりのピアノに目を注いだ。あの去年の震災以来、誰も知らぬ音を保っていたピアノに。
トロッコ。小田原多味館に軽便鉄道敷設の工事が始まったのは良平の八つの年だった。良平は毎日村外れへその工事を見物に行った。工事をといったところが、ただトロッコで土を運搬する、それが面白さに見に行ったのである。トロッコの上には土工が二人、土を積んだ後ろに佇んでいる。トロッコは山を下るのだから、人手を借りずに走ってくる。煽るように車台が動いたり、土工の斑点の裾がひらついたり、細い線路がしなったり。良平はそんな景色を眺めながら、土工になりたいと思うことがある。せめては一度でも土工と一緒にトロッコへ乗りたいと思うこともある。トロッコは村外れの平地へ来ると自然とそこに止まってしまう。と同時に土工たちは身軽にトロッコを飛び降りるが早いか、その線路の終点へ車の土をぶちまける。それから今度はトロッコを押し押し、元来た山の方へ登り始める。良平はその時、乗れないまでも押すことさえできたらと思うのである。ある夕方、それは2月の初旬だった。良平は二つ下の弟や弟と同じ年の隣の子供とトロッコの置いてある村外れへ行った。トロッコは泥だらけになったまま薄明るい中に並んでいるが、その他はどこを見ても土工たちの姿は見えなかった。三人の子供は恐る恐る一番端にあるトロッコを押した。トロッコは三人の力が揃うと突然ごろりと車輪を回した。良平はこの音にひやりとした。しかし二度目の車輪の音はもう彼を驚かさなかった。ごろり、ごろり。トロッコはそういう音とともに、三人の手に押されながら、そろそろ線路を登っていった。そのうちに、かれこれ10軒ほど来ると、線路の勾配が急になりだした。トロッコも三人の力では、いくら押しても動かなくなった。どうかすれば、車と一緒に、押し戻されそうにもなることがある。良平はもう良いと思ったから、年下の二人に合図をした。さあ乗ろう。彼らは一度に手を離すとトロッコの上へ飛び乗った。トロッコは最初おもむろに、それからみるみる勢いよく一息に線路を下り出した。その途端に突き当たりの風景はたちまち両側へ分かれるようにずんずん目の前へ展開してくる。顔に当たる白母の風、足の下に踊るトロッコの動揺、良平はほとんど有頂天になった。しかしトロッコは2、3分の後、もう元の終点に止まっていた。さあもう一度押すじゃ。良平は年下の二人と一緒にまたトロッコを押し上げにかかったが、まだ車輪も動かないうちに、突然彼らの後ろには誰かの足音が聞こえ出した。のみならず
それは聞こえ出したと思うと、急にこういう怒鳴り声に変わった。この野郎、誰に断ってトロに触った。そこには古い印番店に季節外れの麦わら帽をかぶった背の高い土工が佇んでいる。そういう姿が目に入った時、良平は年下の二人と一緒にもう五六軒逃げ出していた。それぎり良平は使いの帰りに人気のない麹場のトロッコを見ても二度と乗ってみようと思ったことはない。ただその時の土工の姿は今でも良平の頭のどこかにはっきりした記憶を残している。薄明かりの中にほのめいた小さい黄色の麦わら帽。しかしその記憶さえも年ごとに色彩は薄れるらしい。その後10日余り経ってから良平はまたたった一人昼過ぎの麹場に佇みながらトロッコの来るのを眺めていた。すると土を積んだトロッコのほかに枕木を積んだトロッコが一両、これは本線になるはずの太い線路を登ってきた。このトロッコを押しているのは二人とも若い男だった。良平は彼らを見た時からなんだか親しみやすいような気がした。この人たちならば叱られない、彼はそう思いながらトロッコのそばへかけていった。おじさん、押してやろうか。その中の一人、島のシャツを着ている男はうつむきにトロッコを押したまま思った通り心よい返事をした。おお、押してくれよ。良平は二人の間に入ると力いっぱい押し始めた。我はなかなか力があるな。他の一人、耳に巻きたばこを挟んだ男もこう良平を褒めてくれた。そのうちに線路の勾配はだんだん楽になり始めた。もう押せなくてもよい。良平は今にも言われるかと内心気がかりでならなかったが、若い二人の土工は前よりも腰を起こしたぎり、黙々と車を押し続けていた。良平はとうとうこらえきれずに、おずおずこんなことを尋ねてみた。いつまでも押していていい？いいとも。二人は同時に返事をした。良平は優しい人たちだと思った。五六丁余り押し続けたら、線路はもう一度急勾配になった。そこには両側のみかん畑に黄色い実がいくつも日を受けている。登り道の方がいい。いつまでも押させてくれるから。良平はそんなことを考えながら、全身でトロッコを押すようにした。みかん畑の間を登り詰めると、急に線路は下りになった。島のシャツを着ている男は、良平に、やい、乗れ、と言った。良平はすぐに飛び乗った。トロッコは三人が乗り移ると同時にみかん畑の匂いを煽りながらひたすべりに線路を走り出した。押すよりも乗る方がずっといい。良平は羽織に風をはらませながら当たり前のことを考えた。
行きに押すところが多ければ、帰りにまた乗るところが多い。そうもまた考えたりした。竹やぶのあるところへ来ると、トロッコは静かに走るのをやめた。三人はまた前のように重いトロッコを押し始めた。竹やぶはいつか雑木林になった。つま先上がりのところどころには、赤錆の線路も見えないほど落ち葉の溜まっている場所もあった。その道をやっと登り切ったら、今度は高い崖の向こうに、広々と薄ら寒い海が開けた。と同時に、良平の頭には、あまり遠く来すぎたことが、急にはっきりと感じられた。三人はまたトロッコへ乗った。車は海を右にしながら、雑木の枝の下を走っていった。しかし、良平はさっきのように、面白い気持ちにはなれなかった。もう帰ってくれればいい。彼はそうも念じてみた。が、行くところまで行き着かなければ、トロッコも彼らも帰れないことはもちろん彼にも分かりきっていた。その次に車の止まったのは、切り崩した山を背負っている藁屋根の茶店の前だった。二人の土工はその店へ入ると、血のみごをおぶった神さんを相手に、悠々と茶などを飲み始めた。良平は一人イライラしながら、トロッコの周りを回ってみた。トロッコには、頑丈な車台の板に、跳ね返った泥が乾いていた。しばらくの後、茶店を出て岸名に、巻きタバコを耳に挟んだ男は、その時はもう挟んでいなかったが、トロッコのそばにいる良平に、新聞紙に包んだ駄菓子をくれた。良平は冷淡に、ありがとう、と言った。が、すぐに、冷淡にしては相手にすまないと思い直した。彼はその冷淡さを取り繕うように、包み菓子の一つを口へ入れた。菓子には、新聞紙にあったらしい石油の匂いが染みついていた。三人はトロッコを押しながら、ゆるい傾斜を登っていった。良平は、車に手をかけていても、心は他のことを考えていた。その坂を向こうへ降り切ると、また同じような茶店があった。土工たちがその中へ入った後、良平はトロッコに腰をかけながら、帰ることばかり気にしていた。茶店の前には花の咲いた梅に、西日の光が消えかかっている。もう日が暮れる。彼はそう考えると、ぼんやり腰掛けてもいられなかった。トロッコの車輪を蹴ってみたり、一人では動かないのを承知しながら、それを押してみたり、そんなことに気持ちを紛らせていた。ところが土工たちは出てくると、車の上の枕木に手をかけながら、無造作に彼にこう言った。我はもう帰んな。俺たちは今日向こう止まりだから。あんまり帰りが遅くなると、我のうちでも心配するずら。良平は一瞬間あっけに取られた。もうかれこれ暗くなること。去年の暮れ、母と岩村まで来たが、今日の道はその三、四倍あること。
それを今からたった一人歩いて帰らなければならないこと、そういうことが一時に分かったのである。良平はほとんど泣きそうになったが、泣いても仕方がないと思った。泣いている場合ではないとも思った。彼は若い二人の土工に取ってつけたようなお辞儀をすると、どんどん線路伝いに走り出した。良平はしばらく無我夢中に線路のそばを走り続けた。そのうちに懐の菓子包みが邪魔になることに気がついたから、それを道端へ放り出すついでに板ぞうりもそこへ脱ぎ捨ててしまった。すると薄い足袋の裏へ直に小石が食い込んだが、足だけははるかに軽くなった。彼は左に海を感じながら急な坂道を駆け上った。時々涙がこみ上げてくると、自然に顔が歪んでくる。それは無理に我慢しても鼻だけは絶えずクークーなった。竹やぶのそばを駆け抜けると、夕焼けの下日金山の空ももうほてりが消えかかっていた。良平はいよいよ気が気でなかった。雪と帰りと変わるせいか、景色の違うのも不安だった。すると今度は着物までも汗の濡れ通ったのが気になったから、やはり必死にかけ続けたなり、羽織を道端へ脱いで捨てた。みかん畑へ来る頃には、あたりは暗くなる一方だった。命さえ助かれば。良平はそう思いながら、滑ってもつまずいても走っていった。やっと遠い夕闇の中に、村外れの麹場が見えたとき、良平は人思いに泣きたくなった。しかしその時もべそは書いたが、とうとう泣かずにかけ続けた。彼の村へ入ってみると、もう両側の家々には電灯の光が差し合っていた。良平はその電灯の光に、頭から汗の湯気の立つのが彼自身にもはっきり分かった。井戸端に水を汲んでいる女衆や、畑から帰ってくる男衆は、良平があえぎあえぎ走るのを見て、おい、どうしたね、などと声をかけた。が、彼は無言のまま、雑貨屋だの、床屋だの、明るい家の前を走り過ぎた。彼のうちの角口へ駆け込んだとき、良平はとうとう大声に、わーっと泣き出さずにはいられなかった。その泣き声は彼の周りへ一時に父や母を集まらせた。ことに母は何とか言いながら、良平の体を抱えるようにした。が、良平は手足をもがきながら、すすり上げ、すすり上げ、泣き続けた。その声があまり激しかったせいか、近所の女衆も三四人、薄暗い角口へ集まってきた。父母はもちろん、その人たちは、口々に、彼の泣く訳を尋ねた。しかし彼は何と言われても泣き立てるよりほかに仕方がなかった。あの遠い道を駆け通してきた今までの心細さを振り返ると、いくら大声に泣き続けても足りない気持ちに迫られながら、
良平は26の年、妻子と一緒に東京へ出てきた。今ではある雑誌社の2階に高性能主婦でを握っているが、彼はどうかすると全然何の理由もないのに、その時の彼を思い出すことがある。全然何の理由もないのに。人狼に疲れた彼の前には、今でもやはりその時のように薄暗い藪や坂のある道が細々と一筋断続している。蜘の糸。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへあふれております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の淵にお佇みになって、水の表を覆っている蓮の葉の間から、ふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底にあたっておりますから、水晶のような水を透き通して三途の川や針の山の景色がちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。するとその地獄の底に神田田という男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりました。この神田田という男は人を殺したり、家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、ある時この男が深い林の中を通りますと、小さな蜘蛛が一匹道端を這っていくのが見えました。そこで神田田は早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということは、いくらなんでもかわいそうだ。と、こう急に思い返して、とうとうその蜘蛛を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この神田田には蜘蛛を助けたことがあるのを、お思い出しになりました。
そうして、それだけの良いことをした報いには、できるなら、この男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸いそばを見ますと、翡翠のような色をしたハスの葉の上に、極楽の雲が一匹、美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様は、その雲の糸をそっとお手におとりになって、玉のような白蓮の間から、はるか下にある地獄の底へ、まっすぐにそれをお下ろしなさいました。こちらは、地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神田田でございます。何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。その上あたりは墓の中のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつくかすかな短足ばかりでございます。これはここへ落ちてくるほどの人間は、もうさまざまな地獄のせめくに疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですから、さすが大泥棒の神田田も、やはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった蛙のように、ただもがいてばかりおりました。ところが、ある時のことでございます。何気なく、神田田が頭を上げて、血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を、遠い遠い天井から、銀色の雲の糸が、まるで人目にかかるのを恐れるように、一筋、細く光りながら、するすると自分の上へ垂れてまいるのではございませんか。神田田はこれを見ると、思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついて、どこまでも登っていけば、きっと地獄から抜け出せるのに相違ございません。いや、うまくいくと、極楽へ入ることさえもできましょう。そうすれば、もう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから神田田は、早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に上へ上へとたぐり登り始めました。もとより大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし、地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで、容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとう神田田もくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで、仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで、糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると、一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は、今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。それから、
あのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいました。この分で登っていけば地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません。神田田は両手を蜘蛛の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、閉めた、閉めたと笑いました。ところがふと気がつきますと、蜘蛛の糸の下の方には数限りもない罪人たちが自分の登った跡をつけて、まるで蟻の行列のように、やはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神田田はこれを見ると驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただバカのように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうなこの細い蜘蛛の糸がどうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございますが、そういううちにも罪人たちは何百となく何千となく、真っ暗な血の池の底からうようよと這い上がって、細く光っている蜘蛛の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。今のうちにどうかしなければ、糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこで神田田は大きな声を出して、こら、罪人ども。この蜘蛛の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた。降りろ、降りろ。とわめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった蜘蛛の糸が、急に神田田のぶら下がっているところからプツリと音を立てて切れました。ですから神田田もたまりません。あっという間もなく風を切って、駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。あとにはただ、極楽の蜘蛛の糸が、キラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は、極楽の蓮池の淵に立って、この一部始終をじーっと見ていらっしゃいましたが、やがて神田田が血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶらお歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田田の無慈悲な心が、そうしてその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると浅ましくおぼしめされたのでございましょう。しかし極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花は、お釈迦様のおみ足の周りにゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは、なんとも言えない良い匂いが、絶え間なく
あたりへあふれております。極楽ももう昼に近くなったのでございましょう。桃太郎。昔々、大昔、ある深い山の奥に大きい桃の木が一本あった。大きいとだけでは言い足りないかもしれない。この桃の枝は雲の上に広がり、この桃の根は大地の底の黄泉の国にさえ及んでいた。何でも天地開闢の頃を追い、イザナギの御事は世持つ平坂に八つの雷を退けるため、桃の実をつぶてに打ったという。その神代の桃の実はこの木の枝になっていたのである。この木は世界の夜明け以来、1万年に一度花を開き、1万年に一度実をつけていた。花は深紅の絹笠に黄金の房を垂らしたようである。実もまた大きいのは言うを待たないが、それよりも不思議なのは、その実はサネのあるところに美しい赤子を一人ずつおのずからはらんでいたことである。昔々、大昔、この木は山谷を覆った枝に累々と実をつづったまま、静かに日の光に浴していた。1万年に一度結んだ実は1000年の間は地へ落ちない。しかしある寂しい朝、運命は1羽のヤタガラスになり、さっとその枝へ下ろしてきた。と思うと、もう赤みの刺した小さい実を一つついばみ落とした。実は雲霧の立ち上る中に、遥か下の谷川へ落ちた。谷川はもちろん、峰々の間に白い水煙をなびかせながら、人間のいる国へ流れていたのである。その赤子をはらんだ実は、深い山の奥を離れた後、どういう人の手に拾われたか。それは今さら話すまでもあるまい。谷川の末にはおばあさんが一人、日本中の子供の知っている通り、芝刈りに行ったおじいさんの着物か何かを洗っていたのである。桃から生まれた桃太郎は鬼ヶ島の征伐を思い立った。思い立ったわけはなぜかというと、彼はおじいさんやおばあさんのように山だの川だの畑だのへ仕事に出るのが嫌だったせいである。
その話を聞いた老人夫婦は、内心このわんぱく者に愛想を尽かしていた時だったから、一刻も早く追い出したさに、旗とか太刀とか陣羽織とか、出陣の支度に入用のものは言うなり次第に持たせることにした。のみならず、途中の兵糧には、これも桃太郎の注文通り、きび団子さえこしらえてやったのである。桃太郎は意気揚々と鬼ヶ島征伐の途に登った。すると、大きい野良犬が一匹、飢えた目を光らせながら、こう桃太郎へ声をかけた。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰に下げたのは何でございます？これは日本一のきび団子だ。桃太郎は得意そうに返事をした。もちろん、実際は日本一かどうか、そんなことは彼にも怪しかったのである。けれども犬は、きび団子と聞くと、たちまち彼のそばへ歩み寄った。一つください。お供しましょう。桃太郎はとっさにそろばんを取った。一つはやられぬ。半分やろう。犬はしばらく強情に、一つください。を繰り返した。しかし桃太郎は何と言っても半分やろうを撤回しない。こうなればあらゆる商売のように、所詮持たぬ者は持った者の意志に服従するばかりである。犬もとうとう短足しながら、きび団子を半分もらう代わりに桃太郎の友をすることになった。桃太郎はその後、犬の他にも、やはりきび団子の半分を餌食に、猿やキジを家来にした。しかし彼らは残念ながらあまり仲のいい間柄ではない。丈夫な牙を持った犬は、育児のない猿を馬鹿にする。きび団子の感情に素早い猿は、もっともらしい記事を馬鹿にする。地震学などにも通じた記事は、頭の鈍い犬を馬鹿にする。こういういがみ合いを続けていたから、桃太郎は彼らを家来にした後も、一通り骨の折れることではなかった。その上猿は腹が張ると、たちまち不服を唱え出した。どうも、きび団子の半分くらいでは、鬼ヶ島征伐の友をするのも考えものだと言い出したのである。すると、犬は吠えたけりながら、いきなり猿を噛み殺そうとした。もし、キジが止めなかったとすれば、猿は、カニの仇討ちを待たずに、この時もう死んでいたかもしれない。しかしキジは犬をなだめながら猿に主従の道徳を教え、桃太郎の命に従えと言った。それでも猿は炉端の木の上に犬の襲撃を避けた後だったから、容易にキジの言葉を聞き入れなかった。その猿をとうとう得心させたのは、確かに桃太郎の手腕である。桃太郎は猿を見上げたまま、日の丸の扇を使い遣い、わざと冷ややかに言い放した。よしよし、では、友をするな。その代わり、鬼ヶ島を征伐しても、宝物は一つも分けてやらないぞ。欲の深い猿は
丸い目をした。宝物？へえ、鬼ヶ島には宝物があるのですか？あるどころではない、何でも好きなものの振り出せる、うちでの小槌という宝物さえある。では、そのうちでの小槌から、いくつもまたうちでの小槌を振り出せば、一度に何でも手に入るわけですね。それは耳寄りな話です。どうか私も連れて行ってください。桃太郎はもう一度彼らを共に鬼ヶ島征伐の道を急いだ。鬼ヶ島は絶海の孤島だった。が、世間の思っているように岩山ばかりだったわけではない。実は、ヤシのそびえたり、極楽鳥のさえずったりする美しい天然の楽土だった。こういう楽土に生を受けた鬼は、もちろん平和を愛していた。いや、鬼というものは元来、我々人間よりも、享楽的に出来上がった種族らしい。小太りの話に出てくる鬼は、一晩中踊りを踊っている。一寸法師の話に出てくる鬼も、一心の危険を顧みず、物詣の姫君に見とれていたらしい。なるほど、大江山の主天童子や、羅生門の茨城童子は、希代の悪人のように思われている。しかし、茨城童子などは、我々の銀座を愛するように、朱雀王子を愛するあまり、時々そっと、羅生門へ姿を現したのではないであろうか。主天童子も大江山の岩屋に酒ばかり飲んでいたのは確かである。その女人を奪っていったというのは、真偽はしばらく問わないにもしろ、女人自身の言うところに過ぎない。女人自身の言うところをことごとく真実と認めるのは、私はこの20年来、こういう疑問を抱いている。あの来光や四天王は、いずれも多少気違いじみた女性崇拝家ではなかったであろうか。鬼は熱帯的風景のうちに、琴を弾いたり、踊りを踊ったり、古代の詩人の詩を歌ったり、すこぶる安穏に暮らしていた。そのまた鬼の妻や娘も、旗を折ったり、酒を醸したり、蘭の花束をこしらえたり、我々人間の妻や娘と少しも変わらずに暮らしていた。ことにもう髪の白い牙の抜けた鬼の母はいつも孫の森をしながら我々人間の恐ろしさを話して聞かせなどしていたものである。お前たちもいたずらをすると人間の島へやってしまうよ。人間の島へやられた鬼はあの昔の主天童子のようにきっと殺されてしまうのだからね。人間というものかい？人間というものは角の生えない生白い顔や手足をした、なんとも言われず気味の悪いものだよ。おまけにまた人間の女と来た日にはその生白い顔や手足へ
一面に鉛の子をなすっているのだよ。それだけならばまだいいのだがね、男でも女でも同じように、嘘は言うし、欲は不快し、やきもちは焼くし、うぬぼれは強いし、仲間同士殺し合うし、火はつけるし、泥棒はするし、手のつけようのないけだものなのだよ。桃太郎はこういう罪のない鬼に建国以来の恐ろしさを与えた。鬼は金棒を忘れたなり、人間が来たぞと叫びながら、てーてーとそびえたヤシの間を右往左往に逃げ惑った。進め、進め。鬼という鬼は見つけ次第、一匹も残らず殺してしまえ。桃太郎は桃の旗を片手に日の丸の扇を打ち振り打ち振り、犬猿キジの三匹に号令した。犬猿キジの三匹は仲のいい家来ではなかったかもしれないが、飢えた動物ほど中遊無双の兵卒の資格を備えているものはないはずである。彼らは皆嵐のように逃げ回る鬼を追い回した。犬はただ一噛みに鬼の若者を噛み殺した。キジも鋭いくちばしに鬼の子供を突き殺した。猿は我々人間と親類同士の間柄だけに、鬼の娘を締め殺す前に、必ず領辱を欲しいままにした。あらゆる罪悪の行われた後、とうとう鬼の首長は、命を取り留めた数人の鬼と、桃太郎の前に降参した。桃太郎の得意は、思うべしである。鬼ヶ島はもう昨日のように極楽町のさえずる楽土ではない。ヤシの林は至るところに鬼の死骸を撒き散らしている。桃太郎はやはり旗を片手に三匹の家来を従えたまま、平雲のようになった鬼の首長へおごそかにこう言い渡した。では、格別の憐憫により、貴様たちの命は許してやる。その代わりに、鬼ヶ島の宝物は一つも残らず献上するのだぞ。はい、献上いたします。なおその他に、貴様の子供を人質のために、差し出すのだぞ。それも承知いたしました。鬼の首長はもう一度額を土へすりつけた後、恐る恐る桃太郎へ質問した。私どもはあなた様に何か無礼でもいたしたため、ご征伐を受けたことと存じております。しかし実は、私をはじめ、鬼ヶ島の鬼は、あなた様にどういう無礼をいたしたのやら、とんと合点が参りませぬ。ついてはその無礼の次第をお明かしくださるわけには参りますまいか。桃太郎は悠然とうなずいた。日本一の桃太郎は、犬猿キジの三匹の忠義者を召し抱えたゆえ、鬼ヶ島へ征伐に来たのだ。では、そのお三方をお召し抱えなすったのは、
どういうわけでございますか？それはもとより、鬼ヶ島を征伐したいと志したゆえ、きびだんごをやっても召し抱えたのだ。どうだ、これでもまだわからないといえば、貴様たちも皆殺しにしてしまうぞ。鬼の酋長は驚いたように、三尺ほど後ろへ飛び下がると、いよいよまた丁寧にお辞儀をした。日本一の桃太郎は、犬猿キジの三匹と、人質に取った鬼の子供に宝物の車を引かせながら、とくとくとふるさとへ凱旋した。これだけはもう日本中の子供のとうに知っている話である。しかし、桃太郎は必ずしも幸福に一生を送ったわけではない。鬼の子供は一人前になると万人のキジを噛み殺した上、たちまち鬼ヶ島へ蓄電した。のみならず、鬼ヶ島に生き残った鬼は、時々海を渡ってきては、桃太郎の館へ火をつけたり、桃太郎の寝首をかこうとした。何でも、猿の殺されたのは人違いだったらしいという噂である。桃太郎は、こういう重ね重ねの不幸に、短足を漏らさずにはいられなかった。どうも鬼というものの執念の深いのには困ったものだ。やっと命を助けていただいたご主人の大恩さえ忘れるとは、けしからぬ奴らでございます。犬も桃太郎の十面を見ると、悔しそうにいつもうなったものである。その間も、寂しい鬼ヶ島の磯には、美しい熱帯の月明かりを浴びた鬼の若者が五六人、鬼ヶ島の独立を計画するため、ヤシの実に爆弾を仕込んでいた。優しい鬼の娘たちに恋をすることさえ忘れたのか、黙々と、しかし、嬉しそうに、茶碗ほどの目の玉を輝かせながら。人間の知らない山の奥に、雲霧を破った桃の木は、今日もなお昔のように、類々と無数の実をつけている。もちろん、桃太郎をはらんでいた実だけは、とうに谷川を流れ去ってしまった。しかし未来の天才は、まだ、それらの身の中に何人とも知らず眠っている。あの大きいヤタガラスは、今度はいつこの木の梢へもう一度姿を現すであろう。ああ、未来の天才は、まだそれらの身の中に何人とも知らず眠っている。
ピアノ。ある雨の降る秋の日、私はある人を訪ねるために横浜の山手を歩いていった。この辺りの荒廃は震災当時とほとんど変わっていなかった。もし少しでも変わっているとすれば、それは一面にスレートの屋根やレンガの壁の落ち重なった中に赤座の伸びているだけだった。現にある家の崩れた後には蓋を開けた弓なりのピアノさえ半ば壁にひしがれたまま艶やかに鍵盤を濡らしていた。のみならず、大小さまざまの符本もかすかに色づいた赤座の中に桃色、水色、薄黄色などの横文字の表紙を濡らしていた。私は私の訪ねた人とある込み入った要件を話した。話は容易に片付かなかった。私はとうとう夜に入った後、やっとその人の家を辞することにした。それも近々にもう一度面談を訳した上のことだった。雨は幸いにも上がっていた。おまけに月も風立った空に時々光を漏らしていた。私は汽車に乗り遅れぬために、タバコの座れぬ商船電車はもちろん私には禁物だった。できるだけ足を早めていった。すると突然聞こえたのは誰かのピアノを打った音だった。いや、打ったというよりも、むしろ触った音だった。私は思わず足を緩め、荒涼としたあたりを眺め回した。ピアノはちょうど月の光に細長い鍵盤をほのめかせていた。あの赤座の中にあるピアノは、しかし、人影はどこにもなかった。それはたった一音だった。が、ピアノには違いなかった。私は多少不気味になり、もう一度足を早めようとした。その時、私の後ろにしたピアノは、確かにまたかすかに音を出した。私はもちろん振り返らずに、さっさと足を早め続けた。湿気をはらんだ一陣の風の私を送るのを感じながら。私はこのピアノの音に超自然の解釈を加えるにはあまりにリアリストに違いなかった。なるほど、人影は見えなかったにしろ、あの崩れた壁のあたりに猫でも潜んでいたかもしれない。もし猫ではなかったとすれば、私はまだその他にもイタチだの、ガマガエルだのを数えていた。けれどもとにかく人手を借らずにピアノの鳴ったのは不思議だった。5日ばかり経った後、私は同じ用件のために同じ山手を通りかかった。ピアノは相変わらずひっそりと赤座の中にうずくまっていた。桃色、水色、薄黄色などの符本の散乱していることも、やはりこの前に変わらなかった。ただ今日は、それらはもちろん、崩れ落ちたレンガやスレートも、秋晴れの日の光に輝いていた。
私は不本を踏まぬようにピアノの前へ歩み寄った。ピアノは今、目の当たりに見れば、鍵盤の象牙も光沢を失い、蓋の漆も剥落していた。ことに足にはエビカズラに似た一筋のつる草も絡みついていた。私はこのピアノを前に何か失望に近いものを感じた。大地これでも鳴るのかしら。私はこう独り言を言った。するとピアノはその拍子にたちまちかすかに音を発した。それはほとんど私の疑惑を叱ったかと思うくらいだった。しかし私は驚かなかった。のみならず微笑の浮かんだのを感じた。ピアノは今も日の光にしらじらと鍵盤を広げていた。がそこにはいつの間にか落ち栗が一つ転がっていた。私は往来へ引き返した後、もう一度この廃墟を振り返った。やっと気のついた栗の木は、スレートの屋根に押されたまま、斜めにピアノを覆っていた。けれども、それはどちらでもよかった。私はただ、赤座の中の弓なりのピアノに目を注いだ。あの去年の震災以来、誰も知らぬ音を保っていたピアノに。トロッコ。小田原多美間に軽便鉄道敷設の工事が始まったのは良平の八つの年だった。良平は毎日村外れへその工事を見物に行った。工事をといったところがただトロッコで土を運搬する、それが面白さに見に行ったのである。トロッコの上には土工が二人、土を積んだ後ろに佇んでいる。トロッコは山を下るのだから、人手を借りずに走ってくる。煽るように車台が動いたり、土工の斑点の裾がひらついたり、細い線路がしなったり、良平はそんな景色を眺めながら土工になりたいと思うことがある。せめては一度でも土工と一緒にトロッコへ乗りたいと思うこともある。トロッコは村外れの平地へ来ると自然とそこに止まってしまう。と同時に土工たちは
身軽にトロッコを飛び降りるが早いか、その線路の終点へ車の土をぶちまける。それから今度はトロッコを押し押し、元来た山の方へ登り始める。良平はその時、乗れないまでも押すことさえできたらと思うのである。ある夕方、それは2月の初旬だった。良平は2つ下の弟や弟と同じ年の隣の子供とトロッコの置いてある村外れへ行った。トロッコは泥だらけになったまま薄明るい中に並んでいるが、その他はどこを見ても土工たちの姿は見えなかった。三人の子供は恐る恐る一番端にあるトロッコを押した。トロッコは三人の力が揃うと突然ごろりと車輪を回した。良平はこの音にひやりとした。しかし二度目の車輪の音はもう彼を驚かさなかった。ごろり、ごろり。トロッコはそういう音とともに、三人の手に押されながら、そろそろ線路を登っていった。そのうちに、かれこれ10軒ほど来ると、線路の勾配が急になりだした。トロッコも三人の力では、いくら押しても動かなくなった。どうかすれば車と一緒に押し戻されそうにもなることがある。良平はもう良いと思ったから年下の2人に合図をした。さあ乗ろう。彼らは一度に手を離すとトロッコの上へ飛び乗った。トロッコは最初おもむろに、それからみるみる勢いよく一息に線路を下り出した。その途端に突き当たりの風景はたちまち両側へ分かれるようにずんずん目の前へ展開してくる。顔に当たる白母の風、足の下に踊るトロッコの動揺、良平はほとんど有頂天になった。しかしトロッコは2、3分の後、もう元の終点に止まっていた。さあもう一度押すじゃ。良平は年下の2人と一緒にまたトロッコを押し上げにかかったが、まだ車輪も動かないうちに突然彼らの後ろには誰かの足音が聞こえ出した。のみならず、それは聞こえ出したと思うと急にこういう怒鳴り声に変わった。この野郎、誰に断ってトロに触った。そこには古い印番店に季節外れの麦わら帽をかぶった背の高い土工が佇んでいる。そういう姿が目に入ったとき、良平は年下の2人と一緒にもう5、6軒逃げ出していた。それぎり良平は使いの帰りに人気のない麹場のトロッコを見ても二度と乗ってみようと思ったことはない。ただその時の土工の姿は今でも良平の頭のどこかにはっきりした記憶を残している。薄明かりの中にほのめいた小さい黄色の麦わら帽。しかしその記憶さえも年ごとに色彩は薄れるらしい。その後、10日余り経ってから、良平はまたたった一人、昼過ぎの麹場に佇みながら、
トロッコの来るのを眺めていた。すると、土を積んだトロッコのほかに、枕木を積んだトロッコが一両。これは本線になるはずの太い線路を登ってきた。このトロッコを押しているのは、二人とも若い男だった。良平は彼らを見た時から、なんだか親しみやすいような気がした。この人たちならば叱られない。彼はそう思いながらトロッコのそばへかけていった。おじさん、押してやろうか？その中の一人、島のシャツを着ている男は、うつむきにトロッコを押したまま、思った通り快い返事をした。おお、押してくれよ。良平は二人の間に入ると、力いっぱい押し始めた。我は、なかなか力があるな。他の一人、耳に巻きたばこを挟んだ男も、こう良平を褒めてくれた。そのうちに、線路の勾配は、だんだん楽になり始めた。もう押さなくてもよい。良平は、今にも言われるかと、内心気がかりでならなかったが、若い二人の土工は、前よりも腰を起こしたぎり、黙々と車を押し続けていた。良平はとうとうこらえきれずに、おずおずこんなことを尋ねてみた。いつまでも押していていい？いいとも。二人は同時に返事をした。良平は、優しい人たちだ、と思った。五六丁余り押し続けたら、線路はもう一度急勾配になった。そこには、両側のみかん畑に、黄色い実がいくつも日を受けている。登り道の方がいい。いつまでも押させてくれるから。良平はそんなことを考えながら、全身でトロッコを押すようにした。みかん畑の間を登り詰めると、急に線路は下りになった。島のシャツを着ている男は、良平に、やい、乗れ、と言った。良平はすぐに飛び乗った。トロッコは、三人が乗り移ると同時に、みかん畑の匂いを煽りながら、ひたすべりに線路を走り出した。押すよりも乗る方がずっといい。良平は、羽織に風をはらませながら、当たり前のことを考えた。行きに押すところが多ければ、帰りにまた乗るところが多い。そうもまた考えたりした。竹やぶのあるところへ来ると、トロッコは静かに走るのをやめた。三人はまた前のように重いトロッコを押し始めた。竹やぶはいつか雑木林になった。つま先上がりのところどころには、赤錆の線路も見えないほど、落ち葉の溜まっている場所もあった。その道をやっと登り切ったら、今度は高い崖の向こうに、広々と薄ら寒い海が開けた。と同時に、良平の頭には、あまり遠く来すぎたことが急にはっきりと感じられた。三人はまたトロッコへ乗った。車は海を右にしながら雑木の枝の下を走っていった。しかし、良平はさっきのように面白い気持ちにはなれなかった。もう帰ってくれればいい。
彼はそうも念じてみた。が、行くところまで行き着かなければ、トロッコも彼らも帰れないことはもちろん彼にも分かりきっていた。その次に車の止まったのは、切り崩した山を背負っている藁屋根の茶店の前だった。二人の土工はその店へ入ると、血のみごをおぶった神さんを相手に、悠々と茶などを飲み始めた。良平は一人イライラしながら、トロッコの周りを回ってみた。トロッコには、頑丈な車台の板に、跳ね返った泥が乾いていた。しばらくの後、茶店を出て岸名に、巻きタバコを耳に挟んだ男は、その時はもう挟んでいなかったが、トロッコのそばにいる良平に、新聞紙に包んだ駄菓子をくれた。良平は冷淡に、ありがとう、と言った。が、すぐに、冷淡にしては相手にすまないと思い直した。彼は、その冷淡さを取り繕うように、包み菓子の一つを口へ入れた。菓子には、新聞紙にあったらしい石油の匂いが染みついていた。三人はトロッコを押しながら、ゆるい傾斜を登っていった。良平は、車に手をかけていても、心は他のことを考えていた。その坂を向こうへ降り切ると、また同じような茶店があった。土工たちがその中へ入った後、良平はトロッコに腰をかけながら、帰ることばかり気にしていた。茶店の前には花の咲いた梅に、西日の光が消えかかっている。もう日が暮れる。彼はそう考えると、ぼんやり腰掛けてもいられなかった。トロッコの車輪を蹴ってみたり、一人では動かないのを承知しながら、それを押してみたり、そんなことに気持ちを紛らせていた。ところが土工たちは出てくると、車の上の枕木に手をかけながら、無造作に彼にこう言った。我はもう帰んな。俺たちは今日向こう止まりだから。あんまり帰りが遅くなると、我のうちでも心配するずら。良平は一瞬間あっけに取られた。もうかれこれ暗くなること。去年の暮れ、母と岩村まで来たが、今日の道はその三、四倍あること。それを今からたった一人歩いて帰らなければならないこと。そういうことが一時に分かったのである。良平はほとんど泣きそうになった。が、泣いても仕方がないと思った。泣いている場合ではないとも思った。彼は若い二人の土工に取ってつけたようなお辞儀をすると、どんどん線路伝いに走り出した。良平はしばらく無我夢中に線路のそばを走り続けた。そのうちに懐の菓子包みが邪魔になることに気がついたから、それを道端へ放り出すついでに、板ぞうりもそこへ脱ぎ捨ててしまった。すると、薄い足袋の裏へ、直に小石が食い込んだが、足だけははるかに軽くなった。彼は左に海を感じながら、急な坂道を駆け上った。時々、涙がこみ上げてくると、自然に顔が歪んでくる。それは、無理に我慢しても、
鼻だけは絶えずクークーなった。竹やぶのそばを駆け抜けると、夕焼けの下日金山の空も、もうほてりが消えかかっていた。良平はいよいよ気が気でなかった。雪と帰りと変わるせいか、景色の違うのも不安だった。すると今度は着物までも汗の濡れ通ったのが気になったから、やはり必死にかけ続けたなり、羽織を道端へ脱いで捨てた。みかん畑へ来る頃には、あたりは暗くなる一方だった。命さえ助かれば。良平はそう思いながら、滑ってもつまずいても走っていった。やっと遠い夕闇の中に、村外れの麹場が見えたとき、良平は一思いに泣きたくなった。しかしその時もべそは書いたが、とうとう泣かずにかけ続けた。彼の村へ入ってみると、もう両側の家々には電灯の光が差し合っていた。良平はその電灯の光に、頭から汗の湯気の立つのが彼自身にもはっきり分かった。井戸端に水を汲んでいる女衆や、畑から帰ってくる男衆は、良平があえぎあえぎ走るのを見て、おい、どうしたね、などと声をかけた。が、彼は無言のまま、雑貨屋だの、床屋だの、明るい家の前を走り過ぎた。彼のうちの角口へ駆け込んだとき、良平はとうとう大声に、わーっと泣き出さずにはいられなかった。その泣き声は彼の周りへ一時に父や母を集まらせた。ことに母は何とか言いながら、良平の体を抱えるようにした。が、良平は手足をもがきながら、すすり上げ、すすり上げ、泣き続けた。その声があまり激しかったせいか、近所の女衆も三、四人、薄暗い角口へ集まってきた。父、母はもちろん、その人たちは、口々に彼の泣く訳を尋ねた。しかし彼は、何と言われても、泣き立てるより他に仕方がなかった。あの遠い道を駆け通してきた今までの心細さを振り返ると、いくら大声に泣き続けても足りない気持ちに迫られながら、良平は26の年、妻子と一緒に東京へ出てきた。今では、ある雑誌社の2階に、高性能主筆を握っている。が、彼は、どうかすると、全然、何の理由もないのに、その時の彼を思い出すことがある。全然、何の理由もないのに。人狼に疲れた彼の前には、今でもやはり、その時のように薄暗いやぶや坂のある道が細々と一筋断続している。Thank you.
雲の糸。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへあふれております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の淵にお佇みになって、水の表を覆っている蓮の葉の間からふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底にあたっておりますから、水晶のような水を透き通して三途の川や針の山の景色がちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。するとその地獄の底に神田田という男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりました。この神田田という男は人を殺したり家に火をつけたりいろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、ある時この男が深い林の中を通りますと、小さな雲が一匹道端を張っていくのが見えました。そこで神田田は早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだ。とこう急に思い返して、とうとうその雲を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この神田田には雲を助けたことがあるのをお思い出しになりました。そうしてそれだけの良いことをした報いには、できるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸いそばを見ますと、翡翠のような色をした蓮の葉の上に、極楽の雲が一匹、美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様はその雲の糸をそっとお手にお取りになって、玉のような白蓮の間から、はるか下にある地獄の底へ、まっすぐにそれをお下ろしなさいました。こちらは、地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神田田でございます。何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。その上あたりは墓の中のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつくかすかな短足ばかりでございます。これはここへ落ちてくるほどの人間はもうさまざまな地獄のせめくに疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。
ですから、さすが大泥棒の神田田も、やはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった蛙のようにただもがいてばかりおりました。ところがある時のことでございます。何気なく神田田が頭を上げて血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を遠い遠い天井から銀色の雲の糸がまるで人目にかかるのを恐れるように一筋細く光りながらスルスルと自分の上へ垂れてまいるのではございませんか。神田田はこれを見ると思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついてどこまでも登っていけばきっと地獄から抜け出せるのに相違ございません。いや、うまくいくと極楽へ入ることさえもできましょう。そうすればもう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから神田田は早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりとつかみながら一生懸命に上へ上へとたぐり登り始めました。もとより大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちにとうとう神田田もくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。それからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいました。この分で登っていけば地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません。神田田は両手を蜘蛛の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、閉めた閉めたと笑いました。ところがふと気がつきますと、蜘蛛の糸の下の方には数限りもない罪人たちが自分の登った跡をつけて、まるで蟻の行列のようにやはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神田田はこれを見ると驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただバカのように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうなこの細い蜘蛛の糸がどうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございますが、そういううちにも罪人たちは何百となく何千となく真っ暗な血の池の底からうようよと這い上がって、
細く光っている雲の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。今のうちにどうかしなければ、糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこで神田田は大きな声を出して、こら、罪人ども。この蜘蛛の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた。降りろ、降りろ。とわめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった蜘蛛の糸が、急に神田田のぶら下がっているところから、ぷつりと音を立てて切れました。ですから、神田田もたまりません。あっという間もなく風を切って、駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。あとにはただ、極楽の雲の糸が、キラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて神田田が血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶらお歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田田の無慈悲な心が、そうしてその心相当な罰を受けて、元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると、浅ましくおぼしめされたのでございましょう。しかし、極楽の蓮池の蓮は、少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花は、お釈迦様のおみ足の周りに、ゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えない良い匂いが、絶え間なくあたりへ溢れております。極楽ももう、昼に近くなったのでございましょう。桃太郎。昔々、大昔、ある深い山の奥に大きい桃の木が一本あった。大きいとだけでは言い足りないかもしれない。この桃の枝は雲の上に広がり、この桃の根は大地の底の黄泉の国にさえ及んでいた。何でも天地開闢の頃を追い、イザナギの御事は、世もつ平坂に
八つの雷を退けるため、桃の実をつぶてに打ったという。その神代の桃の実は、この木の枝になっていたのである。この木は、世界の夜明け以来、1万年に一度花を開き、1万年に一度実をつけていた。花は深紅の絹笠に黄金の房を垂らしたようである。実もまた大きいのは言うを待たない。が、それよりも不思議なのは、その実は、サネのあるところに、美しい赤子を一人ずつ、おのずからはらんでいたことである。昔々、大昔、この木は、山谷を覆った枝に、るいるいと実をつづったまま、静かに日の光に浴していた。1万年に一度結んだ実は、1000年の間は地へ落ちない。しかし、ある寂しい朝、運命は1羽のヤタガラスになり、さっとその枝へ下ろしてきた。と思うと、もう赤みの刺した小さい実を一つついばみ落とした。実は、雲霧の立ち上る中に、遥か下の谷川へ落ちた。谷川はもちろん、峰々の間に白い水煙をなびかせながら、人間のいる国へ流れていたのである。その赤子をはらんだ実は、深い山の奥を離れた後、どういう人の手に拾われたか。それは今さら話すまでもあるまい。谷川の末にはおばあさんが一人。日本中の子供の知っている通り、芝刈りに行ったおじいさんの着物か何かを洗っていたのである。桃から生まれた桃太郎は鬼ヶ島の征伐を思い立った。思い立ったわけはなぜかというと、彼はおじいさんやおばあさんのように、山だの、川だの、畑だのへ仕事に出るのが嫌だったせいである。その話を聞いた老人夫婦は、内心このわんぱく者に愛想を尽かしていた時だったから、一刻も早く追い出したさに、旗とか、太刀とか、陣羽織とか、出陣の支度に入用のものは、言うなり次第に持たせることにした。のみならず、途中の兵糧には、これも桃太郎の注文通り、きび団子さえこしらえてやったのである。桃太郎は、意気揚々と鬼ヶ島征伐の途に登った。すると、大きい野良犬が一匹、飢えた目を光らせながら、こう桃太郎へ声をかけた。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰に下げたのは何でございます?これは日本一のきびだんごだ。桃太郎は得意そうに返事をした。もちろん、実際は日本一かどうか、そんなことは彼にも怪しかったのである。けれども犬は、きびだんごと聞くと、たちまち彼のそばへ歩み寄った。一つください、お供しましょう。桃太郎はとっさにそろばんを取った。一つはやられぬ。半分やろう。犬はしばらく強情に、一つください、を繰り返した。しかし桃太郎は、何と言っても、半分やろう、を撤回しない。
こうなれば、あらゆる商売のように、所詮、持たぬ者は、持った者の意志に服従するばかりである。犬もとうとう短足しながら、きびだんごを半分もらう代わりに、桃太郎の友をすることになった。桃太郎はその後、犬のほかにも、やはりきびだんごの半分を餌食に、猿やキジを家来にした。しかし彼らは残念ながらあまり仲のいい間柄ではない。丈夫な牙を持った犬は、育児のない猿を馬鹿にする。きびだんごの感情に素早い猿は、もっともらしいキジを馬鹿にする。地震学などにも通じたキジは、頭の鈍い犬を馬鹿にする。こういういがみ合いを続けていたから、桃太郎は彼らを家来にした後も、一通り骨の折れることではなかった。その上猿は腹が張ると、たちまち不服を唱え出した。どうも、きびだんごの半分くらいでは、鬼ヶ島征伐の友をするのも考えものだと言い出したのである。すると、犬は吠えたけりながら、いきなり猿を噛み殺そうとした。もし、キジが止めなかったとすれば、猿は、カニの仇討ちを待たずに、この時もう死んでいたかもしれない。しかし、キジは、犬をなだめながら、猿に主従の道徳を教え、桃太郎の命に従えと言った。それでも猿は、炉端の木の上に犬の襲撃を避けた後だったから、容易にキジの言葉を聞き入れなかった。その猿をとうとう得心させたのは、確かに桃太郎の手腕である。桃太郎は猿を見上げたまま、日の丸の扇を使い遣い、わざと冷ややかに言い放した。よしよし、では、友をするな。その代わり、鬼ヶ島を征伐しても、宝物は一つも分けてやらないぞ。欲の深い猿は丸い目をした。宝物？へえ。鬼ヶ島には宝物があるのですか？あるどころではない。何でも好きなものの振り出せる、うちでの小槌という宝物さえある。では、そのうちでの小槌から、いくつもまたうちでの小槌を振り出せば、一度に何でも手に入るわけですね。それは耳寄りな話です。どうか私も連れて行ってください。桃太郎はもう一度彼らを共に鬼ヶ島征伐の道を急いだ。鬼ヶ島は絶海の孤島だった。が、世間の思っているように岩山ばかりだったわけではない。実は、ヤシのそびえたり、極楽鳥のさえずったりする、美しい天然の楽土だった。こういう楽土に生を受けた鬼は、もちろん平和を愛していた。いや、鬼というものは元来、我々人間よりも、享楽的に出来上がった種族らしい。小太りの話に出てくる鬼は、一晩中踊りを踊っている。一寸法師の話に出てくる鬼も、一心の危険を顧みず、物詣の姫君に見とれていたらしい。なるほど、大江山の主天童子や、羅生門の茨城童子は、希代の悪人のように思われている。
しかし、茨城童子などは、我々の銀座を愛するように、朱雀王子を愛するあまり、時々そっと羅生門へ姿を現したのではないであろうか。酒店童子も大江山の岩屋に酒ばかり飲んでいたのは確かである。その女人を奪っていったというのは、真偽はしばらく問わないにもしろ、女人自身の言うところに過ぎない。女人自身の言うところをことごとく真実と認めるのは、私はこの20年来、こういう疑問を抱いている。あの来光や四天王は、いずれも多少気違いじみた女性崇拝家ではなかったであろうか。鬼は熱帯的風景のうちに、琴を弾いたり、踊りを踊ったり、古代の詩人の詩を歌ったり、すこぶる安穏に暮らしていた。そのまた鬼の妻や娘も、旗を折ったり、酒を醸したり、蘭の花束をこしらえたり、我々人間の妻や娘と少しも変わらずに暮らしていた。ことにもう髪の白い牙の抜けた鬼の母はいつも孫の盛りをしながら我々人間の恐ろしさを話して聞かせなどしていたものである。お前たちもいたずらをすると人間の島へやってしまうよ。人間の島へやられた鬼はあの昔の酒店童子のようにきっと殺されてしまうのだからね。人間というものかい？人間というものは角の生えない生白い顔や手足をした、何とも言われず気味の悪いものだよ。おまけにまた人間の女と来た日にはその生白い顔や手足へ一面に鉛の子をなすっているのだよ。それだけならばまだいいのだがね、男でも女でも同じように嘘は言うし、欲は深いし、やきもちは焼くし、うぬぼれは強いし、仲間同士殺し合うし、火はつけるし、泥棒はするし、手のつけようのないけだものなのだよ。桃太郎はこういう罪のない鬼に建国以来の恐ろしさを与えた。鬼は金棒を忘れたなり、人間が来たぞと叫びながら、てーてーとそびえたヤシの間を右往左往に逃げ惑った。進め！進め！鬼という鬼は見つけ次第、一匹も残らず殺してしまえ。桃太郎は桃の旗を片手に日の丸の扇を打ち振り打ち振り、犬猿キジの三匹に号令した。犬猿キジの三匹は仲のいい家来ではなかったかもしれないが、飢えた動物ほど中遊無双の兵卒の資格を備えているものはないはずである。彼らは皆嵐のように逃げ回る鬼を追い回した。犬はただ一噛みに鬼の若者を噛み殺した。キジも鋭いくちばしに鬼の子供を突き殺した。猿も
猿は我々人間と親類同士の間柄だけに、鬼の娘を締め殺す前に、必ず領辱を欲しいままにした。あらゆる罪悪の行われた後、とうとう鬼の首長は、命を取り留めた数人の鬼と、桃太郎の前に降参した。桃太郎の得意は、思うべしである。鬼ヶ島はもう、昨日のように、極楽町のさえずる楽土ではない。ヤシの林は、至るところに、鬼の死骸を撒き散らしている。桃太郎はやはり旗を片手に三匹の家来を従えたまま、平蜘蛛のようになった鬼の首長へおごそかにこう言い渡した。では格別の憐憫により、貴様たちの命は許してやる。その代わりに鬼ヶ島の宝物は一つも残らず献上するのだぞ。はい、献上いたします。なおその他に、貴様の子供を人質のために差し出すのだぞ。それも承知いたしました。鬼の首長はもう一度額を土へすりつけた後、恐る恐る桃太郎へ質問した。私どもは、あなた様に何か、無礼でもいたしたため、ご征伐を受けたことと存じております。しかし実は、私をはじめ、鬼ヶ島の鬼は、あなた様にどういう無礼をいたしたのやら、とんと合点が参りませぬ。ついてはその無礼の次第をお明かしくださるわけには、参りますまいか。桃太郎は悠然とうなずいた。日本一の桃太郎は、犬猿キジの三匹の忠義者を召し抱えたゆえ、鬼ヶ島へ征伐に来たのだ。では、そのお三方をお召し抱えなすったのは、どういうわけでございますか？それはもとより、鬼ヶ島を征伐したいと志したゆえ、きびだんごをやっても召し抱えたのだ。どうだ、これでもまだわからないといえば、貴様たちも皆殺しにしてしまうぞ。鬼の首長は驚いたように、三尺ほど後ろへ飛び下がると、いよいよまた丁寧にお辞儀をした。日本一の桃太郎は、犬猿キジの三匹と、人質に取った鬼の子供に宝物の車を引かせながら、とくとくとふるさとへ凱旋した。これだけはもう日本中の子供のとうに知っている話である。しかし、桃太郎は必ずしも幸福に一生を送ったわけではない。鬼の子供は一人前になると万人のキジを噛み殺した上、たちまち鬼ヶ島へ蓄電した。のみならず、鬼ヶ島に生き残った鬼は、時々海を渡ってきては、桃太郎の館へ火をつけたり、桃太郎の寝首をかこうとした。何でも、猿の殺されたのは人違いだったらしいという噂である。桃太郎は、こういう重ね重ねの不幸に、短足を漏らさずにはいられなかった。どうも鬼というものの執念の深いのには困ったものだ。
やっと命を助けていただいたご主人の大恩さえ忘れるとは、けしからぬ奴らでございます。犬も桃太郎の十面を見ると、悔しそうにいつもうなったものである。その間も、寂しい鬼ヶ島の磯には、美しい熱帯の月明かりを浴びた鬼の若者が五六人、鬼ヶ島の独立を計画するため、ヤシの実に爆弾を仕込んでいた。優しい鬼の娘たちに恋をすることさえ忘れたのか、黙々と、しかし嬉しそうに茶碗ほどの目の玉を輝かせながら。人間の知らない山の奥に、雲霧を破った桃の木は、今日もなお昔のように、類々と無数の実をつけている。もちろん、桃太郎をはらんでいた実だけは、とうに谷川を流れ去ってしまった。しかし未来の天才は、まだそれらの実の中に、何人とも知らず眠っている。あの大きいヤタガラスは、今度はいつこの木の梢へもう一度姿を現すであろう。ああ、未来の天才は、まだそれらの実の中に何人とも知らず眠っている。ピアノ。ある雨の降る秋の日、私はある人を訪ねるために横浜の山手を歩いていった。この辺りの荒廃は震災当時とほとんど変わっていなかった。もし少しでも変わっているとすれば、それは一面にスレートの屋根やレンガの壁の落ち重なった中に赤座の伸びているだけだった。現にある家の崩れた後には蓋を開けた弓なりのピアノさえ半ば壁にひしがれたまま艶やかに鍵盤を濡らしていた。のみならず大小さまざまの符本もかすかに色づいた赤座の中に桃色、水色、薄黄色などの横文字の表紙を濡らしていた。私は私の訪ねた人とある込み入った要件を話した。話は容易に片付かなかった。私はとうとう夜に入った後、やっとその人の家を辞することにした。それも、キンキンにもう一度、面談を訳した上のことだった。雨は幸いにも上がっていた。おまけに月も、風立った空に、時々光を漏らしていた。私は、汽車に乗り遅れぬために、タバコの吸われぬ商船電車はもちろん私には禁物だった。できるだけ足を早めていった。すると、
突然聞こえたのは、誰かのピアノを打った音だった。いや、打ったというよりも、むしろ触った音だった。私は思わず足を緩め、荒涼としたあたりを眺め回した。ピアノはちょうど月の光に細長い鍵盤をほのめかせていた。あの赤座の中にあるピアノは。しかし、人影はどこにもなかった。それはたった一音だった。が、ピアノには違いなかった。私は多少不気味になり、もう一度足を早めようとした。その時、私の後ろにしたピアノは、確かにまた、かすかに音を出した。私はもちろん振り返らずに、さっさと足を早め続けた。湿気をはらんだ一陣の風の、私を送るのを感じながら。私は、このピアノの音に、超自然の解釈を加えるには、あまりにリアリストに違いなかった。なるほど、人影は見えなかったにしろ、あの崩れた壁のあたりに、猫でも潜んでいたかもしれない。もし、猫ではなかったとすれば、私はまだ、その他にも、イタチだの、ガマガエルだのを数えていた。けれどもとにかく人手を借らずにピアノの鳴ったのは不思議だった。5日ばかり経った後、私は同じ用件のために同じ山手を通りかかった。ピアノは相変わらずひっそりと赤座の中にうずくまっていた。桃色、水色、薄黄色などの不本の散乱していることも、やはりこの前に変わらなかった。ただ今日は、それらはもちろん、崩れ落ちたレンガやスレートも、秋晴れの日の光に輝いていた。私は不本を踏まぬように、ピアノの前へ歩み寄った。ピアノは今、目の当たりに見れば、鍵盤の象牙も光沢を失い、蓋の漆も剥落していた。ことに、足には、エビカズラに似た一筋のつる草も絡みついていた。私は、このピアノを前に、何か失望に近いものを感じた。大地これでも、なるのかしら。私はこう独り言を言った。するとピアノは、その拍子に、たちまちかすかに音を発した。それはほとんど、私の疑惑を叱ったかと思うくらいだった。しかし、私は驚かなかった。のみならず、微笑の浮かんだのを感じた。ピアノは今も日の光にしらじらと鍵盤を広げていた。が、そこにはいつの間にか落ち栗が一つ転がっていた。私は往来へ引き返した後、もう一度この廃墟を振り返った。やっと気のついた栗の木は、スレートの屋根に押されたまま、斜めにピアノを覆っていた。けれども、それはどちらでもよかった。私はただ、赤座の中の弓なりのピアノに目を注いだ。あの去年の震災以来、誰も知らぬ音を保っていたピアノに。
トロッコ。小田原タミカンに軽便鉄道敷設の工事が始まったのは良平の八つの年だった。良平は毎日村外れへその工事を見物に行った。工事をといったところが、ただトロッコで土を運搬する、それが面白さに見に行ったのである。トロッコの上には土工が二人、土を積んだ後ろに佇んでいる。トロッコは山を下るのだから、人手を借りずに走ってくる。煽るように車台が動いたり、土工の斑点の裾がひらついたり、細い線路がしなったり。良平はそんな景色を眺めながら、土工になりたいと思うことがある。せめては一度でも土工と一緒にトロッコへ乗りたいと思うこともある。トロッコは村外れの平地へ来ると自然とそこに止まってしまう。と同時に土工たちは身軽にトロッコを飛び降りるが早いか、その線路の終点へ車の土をぶちまける。それから今度はトロッコを押し押し、元来た山の方へ登り始める。良平はその時乗れないまでも押すことさえできたらと思うのである。ある夕方、それは2月の初旬だった。良平は2つ下の弟や弟と同じ年の隣の子供とトロッコの置いてある村外れへ行った。トロッコは泥だらけになったまま薄明るい中に並んでいるが、その他はどこを見ても土工たちの姿は見えなかった。三人の子供は恐る恐る一番端にあるトロッコを押した。トロッコは三人の力が揃うと突然ごろりと車輪を回した。良平はこの音にひやりとした。しかし二度目の車輪の音はもう彼を驚かさなかった。ごろりごろり、トロッコはそういう音とともに三人の手に押されながらそろそろ線路を登っていった。そのうちにかれこれ10軒ほど来ると線路の勾配が急になりだした。トロッコも三人の力ではいくら押しても動かなくなった。どうかすれば車と一緒に押し戻されそうにもなることがある。良平はもう良いと思ったから年下の二人に合図をした。さあ乗ろう。彼らは一度に手を離すとトロッコの上へ飛び乗った。トロッコは最初おもむろに、それからみるみる勢いよく一息に線路を下り出した。その途端に突き当たりの風景はたちまち両側へ分かれるようにずんずん目の前へ展開してくる。顔に当たる白母の風、足の下に踊るトロッコの動揺、良平はほとんど有頂天になった。しかしトロッコは2、3分の後、もう元の終点に止まっていた。さあ、もう一度押すじゃ。良平は年下の二人と一緒にまたトロッコを押し上げにかかった。が、まだ車輪も動かないうちに突然彼らの後ろには誰かの足音が聞こえ出した。のみならず
それは聞こえ出したと思うと、急にこういう怒鳴り声に変わった。この野郎、誰に断ってトロに触った。そこには古い印番店に季節外れの麦わら帽をかぶった背の高い土工が佇んでいる。そういう姿が目に入ったとき、良平は年下の二人と一緒にもう五六軒逃げ出していた。それぎり良平は使いの帰りに人気のない麹場のトロッコを見ても二度と乗ってみようと思ったことはない。ただその時の土工の姿は今でも良平の頭のどこかにはっきりした記憶を残している。薄明かりの中にほのめいた小さい黄色の麦わら帽。しかしその記憶さえも年ごとに色彩は薄れるらしい。その後10日余り経ってから良平はまたたった一人昼過ぎの麹場に佇みながらトロッコの来るのを眺めていた。すると土を積んだトロッコのほかに枕木を積んだトロッコが一両、これは本線になるはずの太い線路を登ってきた。このトロッコを押しているのは二人とも若い男だった。良平は彼らを見た時からなんだか親しみやすいような気がした。この人たちならば叱られない、彼はそう思いながらトロッコのそばへかけていった。おじさん、押してやろうか。その中の一人、島のシャツを着ている男はうつむきにトロッコを押したまま思った通り心よい返事をした。おお、押してくれよ。良平は二人の間に入ると力いっぱい押し始めた。我はなかなか力があるな。他の一人、耳に巻きたばこを挟んだ男もこう良平を褒めてくれた。そのうちに線路の勾配はだんだん楽になり始めた。もう押せなくてもよい。良平は今にも言われるかと内心気がかりでならなかったが、若い二人の土工は前よりも腰を起こしたぎり黙々と車を押し続けていた。良平はとうとうこらえきれずにおずおずこんなことを尋ねてみた。いつまでも押していていい？いいとも。二人は同時に返事をした。良平は優しい人たちだと思った。五六丁余り押し続けたら、線路はもう一度急勾配になった。そこには両側のみかん畑に黄色い実がいくつも日を受けている。上り道の方がいい。いつまでも押させてくれるから。良平はそんなことを考えながら、全身でトロッコを押すようにした。みかん畑の間を上り詰めると、急に線路は下りになった。島のシャツを着ている男は、良平に、やい、乗れ。と言った。良平はすぐに飛び乗った。トロッコは、三人が乗り移ると同時に、みかん畑の匂いを煽りながら、ひたすべりに線路を走り出した。押すよりも乗る方がずっといい。良平は、羽織に風をはらませながら、当たり前のことを考えた。
行きに押すところが多ければ、帰りにまた乗るところが多い。そうもまた考えたりした。竹やぶのあるところへ来ると、トロッコは静かに走るのをやめた。三人はまた前のように重いトロッコを押し始めた。竹やぶはいつか雑木林になった。つま先上がりのところどころには、赤サビの線路も見えないほど落ち葉の溜まっている場所もあった。その道をやっと登り切ったら、今度は高い崖の向こうに広々と薄ら寒い海が開けた。と同時に、良平の頭にはあまり遠く来すぎたことが急にはっきりと感じられた。三人はまたトロッコへ乗った。車は海を右にしながら雑木の枝の下を走っていった。しかし、良平はさっきのように面白い気持ちにはなれなかった。もう帰ってくれればいい。彼はそうも念じてみた。が、行くところまで行き着かなければ、トロッコも彼らも帰れないことはもちろん彼にも分かりきっていた。その次に車の止まったのは切り崩した山を背負っている藁屋根の茶店の前だった。二人の土工はその店へ入ると血のみごをおぶった神さんを相手に悠々と茶などを飲み始めた。良平は一人イライラしながらトロッコの周りを回ってみた。トロッコには頑丈な車台の板に跳ね返った泥が乾いていた。しばらくの後、茶店を出て岸名に巻きタバコを耳に挟んだ男は、その時はもう挟んでいなかったが、トロッコのそばにいる良平に新聞紙に包んだ駄菓子をくれた。良平は冷淡に、ありがとう、と言った。が、すぐに、冷淡にしては相手にすまないと思い直した。彼は、その冷淡さを取り繕うように、包み菓子の一つを口へ入れた。菓子には、新聞紙にあったらしい、石油の匂いが染みついていた。三人はトロッコを押しながら、ゆるい傾斜を登っていった。良平は、車に手をかけていても、心は他のことを考えていた。その坂を向こうへ降り切ると、また同じような茶店があった。土工たちが、その中へ入った後、良平はトロッコに腰をかけながら、帰ることばかり気にしていた。茶店の前には、花の咲いた梅に、西日の光が消えかかっている。もう日が暮れる。彼はそう考えると、ぼんやり腰かけてもいられなかった。トロッコの車輪を蹴ってみたり、一人では動かないのを承知しながら、それを押してみたり、そんなことに気持ちを紛らせていた。ところが土工たちは出てくると、車の上の枕木に手をかけながら、無造作に彼にこう言った。我はもう帰んな。俺たちは今日向こう止まりだから。あんまり帰りが遅くなると我のうちでも心配するずら。良平は一瞬間あっけに取られた。もうかれこれ暗くなること。去年の暮れ母と岩村まで来たが今日の道はその三四倍あること。
それを今からたった一人歩いて帰らなければならないこと、そういうことが一時に分かったのである。良平はほとんど泣きそうになったが、泣いても仕方がないと思った。泣いている場合ではないとも思った。彼は若い二人の土工に取ってつけたようなお辞儀をすると、どんどん線路伝いに走り出した。良平はしばらく無我夢中に線路のそばを走り続けた。そのうちに懐の菓子包みが邪魔になることに気がついたから、それを道端へ放り出すついでに板草履もそこへ脱ぎ捨ててしまった。すると薄い足袋の裏へ直に小石が食い込んだが、足だけははるかに軽くなった。彼は左に海を感じながら急な坂道を駆け上った。時々涙がこみ上げてくると、自然に顔が歪んでくる。それは無理に我慢しても鼻だけは絶えずクークーなった。竹やぶのそばを駆け抜けると、夕焼けの下日金山の空ももうほてりが消えかかっていた。良平はいよいよ気が気でなかった。雪と帰りと変わるせいか、景色の違うのも不安だった。すると今度は着物までも汗の濡れ通ったのが気になったから、やはり必死にかけ続けたなり、羽織を道端へ脱いで捨てた。みかん畑へ来る頃にはあたりは暗くなる一方だった。命さえ助かれば、良平はそう思いながら、滑ってもつまずいても走っていった。やっと遠い夕闇の中に村外れの工事場が見えたとき、良平は人思いに泣きたくなった。しかしその時もべそは書いたが、とうとう泣かずに駆け続けた。彼の村へ入ってみると、もう両側の家々には電灯の光が差し合っていた。良平はその電灯の光に、頭から汗の湯気の立つのが彼自身にもはっきり分かった。井戸端に水を汲んでいる女衆や、畑から帰ってくる男衆は、良平があえぎあえぎ走るのを見て、おい、どうしたね、などと声をかけた。が、彼は無言のまま、雑貨屋だの、床屋だの、明るい家の前を走り過ぎた。彼の家の角口へ駆け込んだとき、良平はとうとう大声に、わーっと泣き出さずにはいられなかった。その泣き声は彼の周りへ一時に父や母を集まらせた。ことに母は何とか言いながら、良平の体を抱えるようにした。が、良平は手足をもがきながら、すすり上げ、すすり上げ、泣き続けた。その声があまり激しかったせいか、近所の女衆も三四人、薄暗い角口へ集まってきた。父母はもちろん、その人たちは口々に彼の泣く訳を尋ねた。しかし彼は何と言われても泣き立てるより他に仕方がなかった。あの遠い道を駆け通してきた今までの心細さを振り返ると、いくら大声に泣き続けても足りない気持ちに迫られながら、
良平は26の年、妻子と一緒に東京へ出てきた。今ではある雑誌社の2階に公正の主筆を握っているが、彼はどうかすると全然何の理由もないのに、その時の彼を思い出すことがある。全然何の理由もないのに。人狼に疲れた彼の前には、今でもやはりその時のように薄暗いやぶや坂のある道が細々と一筋断続している。蜘の糸。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへあふれております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の淵におたたずみになって、水の表を覆っている蓮の葉の間から、ふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底にあたっておりますから、水晶のような水を透き通して三途の川や針の山の景色がちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。するとその地獄の底に神田田という男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりました。この神田田という男は、人を殺したり、家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ、良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、あるときこの男が深い林の中を通りますと、小さな蜘蛛が一匹道端を這っていくのが見えました。そこで神田田は早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということは、いくらなんでもかわいそうだ。と、こう急に思い返して、とうとうその蜘蛛を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この神田田には蜘蛛を助けたことがあるのを、お思い出しになりました。
そうして、それだけの良いことをした報いには、できるなら、この男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸いそばを見ますと、翡翠のような色をしたハスの葉の上に、極楽の雲が一匹、美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様は、その雲の糸をそっとお手にお取りになって、玉のような白ハスの間から、はるか下にある地獄の底へ、まっすぐにそれをお下ろしなさいました。こちらは、地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神立でございます。何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。その上あたりは墓の中のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつくかすかな短足ばかりでございます。これはここへ落ちてくるほどの人間は、もうさまざまな地獄のせめくに疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですから、さすが大泥棒の神田田も、やはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった蛙のように、ただもがいてばかりおりました。ところが、ある時のことでございます。何気なく神立が頭を上げて血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を遠い遠い天井から銀色の雲の糸がまるで人目にかかるのを恐れるように一筋細く光りながらするすると自分の上へ垂れてまいるのではございませんか。神立はこれを見ると思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついてどこまでも登っていけばきっと地獄から抜け出せるのに相違ございません。いや、うまくいくと極楽へ入ることさえもできましょう。そうすれば、もう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから神立は、早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に上へ上へとたぐり登り始めました。もとより、大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし、地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで、容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとう神立もくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まずひと休み休むつもりで、糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると、一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は、今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。それから、
あのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいました。この分で登っていけば地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません。神田田は両手を蜘蛛の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、閉めた、閉めた、と笑いました。ところがふと気がつきますと、蜘蛛の糸の下の方には数限りもない罪人たちが自分の登った跡をつけて、まるで蟻の行列のように、やはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神田田はこれを見ると驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただバカのように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうなこの細い蜘蛛の糸がどうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございますが、そういううちにも罪人たちは何百となく何千となく、真っ暗な血の池の底からうようよと這い上がって、細く光っている蜘蛛の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。今のうちにどうかしなければ、糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこで神田田は大きな声を出して、こら罪人ども、この蜘蛛の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた。降りろ、降りろ、とわめきました。その途端でございます、今まで何ともなかった蜘蛛の糸が急に神田田のぶら下がっているところからぷつりと音を立てて切れました。ですから神田田もたまりません。あっという間もなく風を切って駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。あとにはただ極楽の蜘蛛の糸がキラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて神田田が血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶらお歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田田の無慈悲な心が、そうしてその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると浅ましくおぼしめされたのでございましょう。しかし極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花はお釈迦様のおみ足の周りにゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なく
あたりへあふれております。極楽ももう昼に近くなったのでございましょう。桃太郎。昔々、大昔、ある深い山の奥に大きい桃の木が一本あった。大きいとだけでは言い足りないかもしれない。この桃の枝は雲の上に広がり、この桃の根は大地の底の黄泉の国にさえ及んでいた。何でも天地開闢の頃を追い、イザナギの御事は世持つ平坂に八つの雷を退けるため、桃の実をつぶてに打ったという。その神代の桃の実はこの木の枝になっていたのである。この木は世界の夜明け以来、1万年に一度花を開き、1万年に一度実をつけていた。花は深紅の絹笠に黄金の房を垂らしたようである。実もまた大きいのは言うを待たない。がそれよりも不思議なのは、その実は種のあるところに美しい赤子を一人ずつおのずからはらんでいたことである。昔々、大昔、この木は山谷を覆った枝に累々と実をつづったまま、静かに日の光に浴していた。1万年に一度結んだ実は、1000年の間は地へ落ちない。しかし、ある寂しい朝、運命は1羽のヤタガラスになり、さっとその枝へ下ろしてきた。と思うと、もう赤みのさした小さい実を一つついばみ落とした。実は雲霧の立ち上る中に、はるか下の谷川へ落ちた。谷川はもちろん、峰々の間に白い水煙をなびかせながら、人間のいる国へ流れていたのである。その赤子をはらんだ実は深い山の奥を離れた後、どういう人の手に拾われたか、それは今さら話すまでもあるまい。谷川の末にはおばあさんが一人、日本中の子供の知っている通り、芝刈りに行ったおじいさんの着物か何かを洗っていたのである。桃から生まれた桃太郎は鬼ヶ島の征伐を思い立った。思い立ったわけはなぜかというと、彼はおじいさんやおばあさんのように山だの川だの畑だのへ仕事に出るのが嫌だったせいである。
その話を聞いた老人夫婦は、内心このわんぱく者に愛想を尽かしていた時だったから、一刻も早く追い出したさに、旗とか太刀とか陣羽織とか、出陣の支度に入用のものは言うなり次第に持たせることにした。のみならず、途中の兵糧には、これも桃太郎の注文通り、きび団子さえこしらえてやったのである。桃太郎は意気揚々と鬼ヶ島征伐の途に登った。すると、大きい野良犬が一匹、飢えた目を光らせながら、こう桃太郎へ声をかけた。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰に下げたのは何でございます？これは日本一のきびだんごだ。桃太郎は得意そうに返事をした。もちろん、実際は日本一かどうか、そんなことは彼にも怪しかったのである。けれども犬は、きびだんごと聞くと、たちまち彼のそばへ歩み寄った。一つください。お供しましょう。桃太郎はとっさにそろばんを取った。一つはやられぬ。半分やろう。犬はしばらく強情に、一つください。を繰り返した。しかし桃太郎は何と言っても半分やろうを撤回しない。こうなればあらゆる商売のように、所詮持たぬ者は持った者の意志に服従するばかりである。犬もとうとう短足しながら、きびだんごを半分もらう代わりに、桃太郎の友をすることになった。桃太郎はその後、犬の他にも、やはり、きびだんごの半分を餌食に、猿やキジを家来にした。しかし彼らは、残念ながら、あまり仲のいい間柄ではない。丈夫な牙を持った犬は、育児のない猿を馬鹿にする。きびだんごの感情に素早い猿は、もっともらしい記事を馬鹿にする。地震学などにも通じた記事は、頭の鈍い犬を馬鹿にする。こういういがみ合いを続けていたから、桃太郎は彼らを家来にした後も、一通り骨の折れることではなかった。その上猿は腹が張ると、たちまち不服を唱え出した。どうも、きびだんごの半分くらいでは、鬼ヶ島征伐の友をするのも考えものだと言い出したのである。すると、犬は吠えたけりながら、いきなり猿を噛み殺そうとした。もし、キジが止めなかったとすれば、猿は、カニの仇討ちを待たずに、この時もう死んでいたかもしれない。しかしキジは犬をなだめながら猿に主従の道徳を教え、桃太郎の命に従えと言った。それでも猿は炉端の木の上に犬の襲撃を避けた後だったから、容易にキジの言葉を聞き入れなかった。その猿をとうとう特進させたのは、確かに桃太郎の手腕である。桃太郎は猿を見上げたまま、日の丸の扇を使い遣い、わざと冷ややかに言い放した。よしよし、では、友をするな。その代わり、鬼ヶ島を征伐しても、宝物は一つも分けてやらないぞ。欲の深い猿は
丸い目をした。宝物？へえ、鬼ヶ島には宝物があるのですか？あるどころではない、何でも好きなものの振り出せる、うちでの小槌という宝物さえある。では、そのうちでの小槌から、いくつもまたうちでの小槌を振り出せば、一度に何でも手に入るわけですね。それは耳寄りな話です。どうか私も連れて行ってください。桃太郎はもう一度彼らを共に鬼ヶ島征伐の道を急いだ。鬼ヶ島は絶海の孤島だった。が、世間の思っているように岩山ばかりだったわけではない。実は、ヤシのそびえたり、極楽鳥のさえずったりする美しい天然の楽土だった。こういう楽土に生を受けた鬼は、もちろん平和を愛していた。いや、鬼というものは元来、我々人間よりも、享楽的に出来上がった種族らしい。小太りの話に出てくる鬼は、一晩中踊りを踊っている。一寸法師の話に出てくる鬼も、一心の危険を顧みず、物詣の姫君に見とれていたらしい。なるほど、大江山の主天童子や、羅生門の茨城童子は、希代の悪人のように思われている。しかし、茨城童子などは、我々の銀座を愛するように、朱雀王子を愛するあまり、時々そっと羅生門へ姿を現したのではないであろうか。主天童子も大江山の岩屋に酒ばかり飲んでいたのは確かである。その女人を奪っていったというのは、真偽はしばらく問わないにもしろ、女人自身の言うところに過ぎない。女人自身の言うところをことごとく真実と認めるのは、私はこの20年来、こういう疑問を抱いている。あの来光や四天王は、いずれも多少気違いじみた女性崇拝家ではなかったであろうか。鬼は、熱帯的風景のうちに、琴を弾いたり、踊りを踊ったり、古代の詩人の詩を歌ったり、すこぶる安穏に暮らしていた。そのまた鬼の妻や娘も旗を折ったり、酒を醸したり、蘭の花束をこしらえたり、我々人間の妻や娘と少しも変わらずに暮らしていた。ことにもう髪の白い牙の抜けた鬼の母はいつも孫の森をしながら我々人間の恐ろしさを話して聞かせなどしていたものである。お前たちもいたずらをすると人間の島へやってしまうよ。人間の島へやられた鬼はあの昔の主天童子のようにきっと殺されてしまうのだからね。ええ、人間というものかい？人間というものは、角の生えない生白い顔や手足をした、なんとも言われず、気味の悪いものだよ。おまけにまた、人間の女と来た日には、その生白い顔や手足へ
一面に鉛の孔をなすっているのだよ。それだけならばまだいいのだがね、男でも女でも同じように、嘘は言うし、欲は不快し、やきもちは焼くし、うぬぼれは強いし、仲間同士殺し合うし、火はつけるし、泥棒はするし、手のつけようのないけだものなのだよ。桃太郎はこういう罪のない鬼に建国以来の恐ろしさを与えた。鬼は金棒を忘れたなり、人間が来たぞと叫びながら、てーてーとそびえたヤシの間を右往左往に逃げ惑った。進め、進め。鬼という鬼は見つけ次第、一匹も残らず殺してしまえ。桃太郎は桃の旗を片手に日の丸の扇を打ち振り打ち振り、犬猿キジの三匹に号令した。犬猿キジの三匹は仲のいい家来ではなかったかもしれないが、飢えた動物ほど忠勇無双の兵卒の資格を備えているものはないはずである。彼らは皆嵐のように逃げ回る鬼を追い回した。犬はただ一噛に鬼の若者を噛み殺した。キジも鋭いくちばしに鬼の子供を突き殺した。猿は我々人間と親類同士の間柄だけに、鬼の娘を締め殺す前に、必ず領辱を欲しいままにした。あらゆる罪悪の行われた後、とうとう鬼の首長は、命を取り留めた数人の鬼と、桃太郎の前に降参した。桃太郎の得意は、思うべしである。鬼ヶ島はもう昨日のように極楽町のさえずる楽土ではない。ヤシの林は至るところに鬼の死骸を撒き散らしている。桃太郎はやはり旗を片手に三匹の家来を従えたまま、平雲のようになった鬼の首長へおごそかにこう言い渡した。では、格別の憐憫により、貴様たちの命は許してやる。その代わりに、鬼ヶ島の宝物は一つも残らず献上するのだぞ。はい、献上いたします。なおその他に、貴様の子供を人質のために、差し出すのだぞ。それも承知いたしました。鬼の首長はもう一度額を土へすりつけた後、恐る恐る桃太郎へ質問した。私どもはあなた様に何か無礼でもいたしたため、ご征伐を受けたことと存じております。しかし実は、私をはじめ鬼ヶ島の鬼はあなた様にどういう無礼をいたしたのやら、とんと合点が参りませぬ。ついてはその無礼の次第をお明かしくださるわけには参りますまいか。桃太郎は悠然とうなずいた。日本一の桃太郎は、犬猿キジの三匹の忠義者を召し抱えたゆえ、鬼ヶ島へ征伐に来たのだ。では、そのお三方をお召し抱えなすったのは、
どういうわけでございますか？それはもとより、鬼ヶ島を征伐したいと志したゆえ、きびだんごをやっても召し抱えたのだ。どうだ、これでもまだわからないといえば、貴様たちも皆殺しにしてしまうぞ。鬼の酋長は驚いたように、三尺ほど後ろへ飛び下がると、いよいよまた丁寧にお辞儀をした。日本一の桃太郎は、犬猿キジの三匹と、人質に取った鬼の子供に宝物の車を引かせながら、とくとくとふるさとへ凱旋した。これだけはもう日本中の子供のとうに知っている話である。しかし、桃太郎は必ずしも幸福に一生を送ったわけではない。鬼の子供は一人前になると万人のキジを噛み殺した上、たちまち鬼ヶ島へ蓄電した。のみならず、鬼ヶ島に生き残った鬼は、時々海を渡ってきては、桃太郎の館へ火をつけたり、桃太郎の寝首をかこうとした。何でも、猿の殺されたのは人違いだったらしいという噂である。桃太郎は、こういう重ね重ねの不幸に、短足を漏らさずにはいられなかった。どうも鬼というものの執念の深いのには困ったものだ。やっと命を助けていただいたご主人の大恩さえ忘れるとは、けしからぬ奴らでございます。犬も桃太郎の従面を見ると、悔しそうにいつもうなったものである。その間も、寂しい鬼ヶ島の磯には、美しい熱帯の月明かりを浴びた鬼の若者が五六人、鬼ヶ島の独立を計画するため、ヤシの実に爆弾を仕込んでいた。優しい鬼の娘たちに恋をすることさえ忘れたのか、黙々と、しかし、嬉しそうに、茶碗ほどの目の玉を輝かせながら。人間の知らない山の奥に、雲霧を破った桃の木は、今日もなお昔のように、累々と無数の実をつけている。もちろん、桃太郎をはらんでいた実だけは、とうに谷川を流れ去ってしまった。しかし未来の天才は、まだ、それらの身の中に何人とも知らず眠っている。あの大きいヤタガラスは今度はいつこの木の梢へもう一度姿を現すであろう。ああ、未来の天才はまだそれらの身の中に何人とも知らず眠っている。